あれ押して充電がさ切れてないか今見たら、あれメッセージ来てるって思って見たら、自らの正体だと。もうだいぶ前から来てたやつやったっていうね。それを今気づくっていう。抜かれた。俺も一人抜いたんだけど。蘇生しろ。え、蘇生しないのあれ。何してんだお前。ほら、止められてんじゃねえか、バカ野郎。敵がおるはず。あ、こっち来てるわ。ユーラがいるんだよな。もうやだ。ああ、やられちゃった。もう蜜舐めちゃおう。もう、これで、ミニショか。またミニショか。ほんとね、ミニショ多いんだよね。またミニミニショショのごか。利押し。お前らはあれか、お寿司に醤油ビタビタにつけて食うんか。そういうことです。分かってないな。分かってないな。この前ね、この前っていうか先週の日曜日、嫁とデートも兼ねて、お寿司食べたいって言って、自分が働いてるレストラン、あれ食べに行ったんですおお。もうね、人生で初めて、大人食いっていうのをしたね。値段を見ずに好きなものだけ食べたいだけ頼む。回転寿司じゃないのよ。大トロとか、なんて言うんだろう、日本語で。その日の仕入れの値段なんで、値段が分かりますよ、ようなやつ。なるほどね、あるもんね、それ。幸せだったな。いいな。もうね、すごいよ。大トロ、イクラ、うウニ、わ。うわ。もう。そう。しょうで、がないよ。今が旬で、オーナーが美味しいよって言ってたブリ。うわ、これ、そうなんよね。今、旬なんよ。あの、もうちょっと寒くなったらやけど、寒ブリっていうのが出るんだけどね。ブリの握りと刺身両方いただいうて、わー、もう贅沢。いいいくらも4貫食べたよ。な。やばいよ。ちょっすごと、いね。トミーさん、ちょっとお腹すくやうん。お腹すくやろ。ん。あもうお腹すいてるよ。死んでもうた。やばいね。ナイフが、ナイフがないからな。見えないな、ダメだな、間に合わない。2人おるやん、やめた。で、うちは従業員は20%割引が効くんです。おお、いいな。で、やったーと思ったんですけど、まあ、こっちはね、チップがあるんで、ああ、そっか。結局、その20%割引の分をチップにあてがうんで、プラマイゼロやん。ほんと、
待ってたの。大体チップの相場っていうのが 15% から 20% って言われてて、うん、で身内だから 15% で聞き入ったらなんかあと言われそうだなと思って、うんうん、そう、待って20% 払ってた。屋根の上にいる。うん、その後ろ俺がいます。ちょっと。オーケー。オーケー。ついでにあげるよ。何それ、何それ、そんなモーションあるの。コンビって、うん、打たれてそのままでかって倒れる。あ、なんとなくわからんでもない。そこ敵がいるんじゃないかな。なんか赤い点がついたんやけど。来てるやん。間に合え。来てくれると信じていたよ。だろ。あのピンポの攻撃っていうマークが邪魔で全然見えない。なるほど。ナイスマン。攻撃の文字のところで。あーね、見えないよね。屋根にも登ったわ。なるほど。家の前、バスの家とバスの間に。家とバスの間に一人めんどくさいとこいるね。屋根にも真っ赤っかのトミーさんに治療切ってあげる。なんてめんどくさいんだ。さあどうしようかな。まだいんの？あそこ。ああ、やられた、ナイフ。あらま。これちょっとね、動けないんですよ。ずっと狙われてる。終わったら。屋根にいるの？違う、あの屋根の前の荷台の積み荷の積めるトラックの。やってくれた味方が。おう。あれ
屋根から飛び降りたら死にあの助けて屋根から降りた衝撃で死ぬぐらい分かってきたな、俺はやばいやん、それはあ、ようやく体勢を立て直せる。それは良かった。めっちゃ危険なところにリスさせないでほしいんですけど、ど真ん中ってさ、ひどくない？ひどいよね。こんな猟銃の弾がポンポン飛んでるようなところさ、ど真ん中はないわ。おやすみ。入ってった。なかなか難しいね、前回は。開けるには早いし。Target down! Scratch one! うわ、めっちゃおるやん。弾がなかった。次の敵やった？やったよ。やったけど、どうだろう。少し飛びに行ったら怖いな。うん、なんかマークされた。なんかマークされたよ。どこじゃ？どこじゃ？俺も近くで行こうとしてる。 あ、そこだ。よし、上から来てる。マジで？うん、俺がなんとか。マジか。間に合うよ、間に合うよ。後ろからも来てるんだよな。前に行こう。じゃあ、あ、やられた。ナイス、ナイフでーす。開けに行けなかったね、前回は。ちょっと無理やね。うん。コツでーす。これさ、コントローラー変えちゃったから、
あれができないんだよね。ジェスチャーだっけ。